はいどうも、沢田信也です。嫁です、えー。今回も無料で読める、うん、ウェブ漫画アプリから漫画をご紹介。うん、はい、えー。今回はですね、はい、サイコミというウェブ漫画アプリ。うん、おはい。また違うんですね。そうですね。まあ、いろんなウェブ漫画アプリが無数にありますから。すごいなはい。まあ、そのサイコミというアプリから一つ、はい。はい、強し。 誰も勝てない、あいつにはっていう。<laughs> はい。わかりやすいタイトル。<laughs> うん。この漫画紹介しましょう。ということで。はい。はい、まあ、M さんには、うん、まあ、1話、2話まで読んでもらいましたけど。うん、どうですかね。面白かった。なんか <laughs>、こういう展開なんや。そうですね。まあ、あのー、基本格闘漫画なんですね。うん。うん。うん、で、そして、えー、コメディですね。どちらかというと。うん,う,んうん。まあ、シリアスな格闘アクション漫画。 ではなくて、まあ、どっちかというとコメディ。うん、これも話の筋としてはすごく簡単なんですよ。はい、タイトルに書いてあることがそのままで、うん、強しっていう男の子がいるんですけど、うん、そいつがめっちゃ強いっていだけなんですね。<laughs> シンプル。まあ今これも連載としては60話超えたぐらいまで連載して、結構長い。うん、単行本も、うん、電子書籍の方で、うん おそらく4巻ぐらいまで出たんちゃうかな。<ー>で、人気なのか、うんうん、そこからさらに紙の単行本も最近発売されてるっていう感じで。お結構人気ですね。ま、どうもこれも単行本買いましたけども。そうなんですね。はい。面白いなと思って。うんうん、で、未だに、強しめっちゃ強いだけで話がぐいぐい,ぐい進んでますね。<え> <laughs> それだけで <laughs> はい、それだけで <laughs>。すごいね <laughs>。 あのー、これを言うと元も子もないんですけど、うんあの、ワンパンマンっていう漫画があるんですね。ああ、知ってます。あのー、どんな強い強敵もパンチ一発で倒してしまうっていう。うん、まあ、ああれの逆バージョンみたいな。うん、うん、逆あの、ワンパンマンは、うん、もう自らこう怪物を倒しに行くじゃないですか。うんうん、はい。でもこの強氏は基本的に戦い望んでないんですよ。あははは。 そうそうそう。でも、ま、吉の、その、強さっていうのをどっからか聞いて、<laughs> うん、ま、戦いを求めてきたやつを仕方なしに倒しているってだけの話なんですけど、もうその戦いがほぼ一撃で終わるっていう。<laughs> なんかその無気力さがいいですよね。<laughs> <laughs> もう本当に、まあ、はいはい仕方がないな、みたいな感じであしらっていってるだけなんですね。うん。うんうんうん、みなりもなんか本当にメガネかけた、なんかお坊ちゃんがりの普通の少年なんですけど、なんかあの、むちゃくちゃいろんな格闘家、うん、ま、今後、 いろんな格闘家がいっぱい出てくるんですけど。強しを求めてやってくるの強しを求めて。一応その強しの強さっていうのが結構世界各国的に響き渡っていまして。えー、うん。フランの世界で。そうなんでで、その強さを求めて、うん、国対国の争いとかにもなっていくんですね。えー、ただ強しはずっとコンビニ店員のままで。えへ、ー、へ。<laughs> 面倒事には巻き込まれたくないってスタンス。あ、それは変わらないんですね。でも、周りの人間がほっとけないから、そこで湧き起こるんやワンやみたいな感じで話が進んでいくんですけど。あ、じゃあ今後は、つよしくんの、そういうちょっとパーソナリティも出てくるんですね。そうですね。最初はちょっとそこね、まだ出てなかったんで。謎の少年のままやったんですけど。そうそう、謎な感じでした。つよしがなぜ強いのかっていうのも、もう序盤の方で説明されますね。あ、そうなんや。これもネタバレしていいと思うんですけど、特に理由がないえ、うっそ。 天性の才能だけですよ。ええー、私なんかすごい人に教えてもらって、引き出してもらったとか。<laughs> なんかあるんかなそういうのではないんですよ、実は。ええなんかあの、2話の最後の方に、こう、太極拳習いに行きます、みたいな感じで。そうそうおじいちゃんの集まりに行くじゃないですか。あの先に何かがあるんだと思ってました。何もないです。ないんや。ないんかい。一応サブキャラクターとして、まあ、カラの大学生みたいなのがいるんですけど、うん。このカの大学生が、まあ、に、まあ、喧嘩を挑むとこから始まってまして、はい。まあ、一撃の後に乗されてしまって、もう、骨とかも粉々にこだきやるぐらいの、 するじゃないですかで勝って自分の空手ライバルやった友達に会いに行くと、うん、そのお友達も以前なんか強しに負けたことがあって今となってはただの肝を負たデブになってたたなちょっとあそこの展開があのえひどってなん <laughs> やろちょっとギャップがすごすぎて <laughs> <laughs> びっくりしちゃったんですけど昔はなんか空手道を一緒に心出した仲間やったのに、うん、まあそのライバルの男の子は強しに負けたことによって心が折れてしまってうん、うん、もう全然格闘家じゃなくなってるっていう イケメンだったのに、ちょっと、びっくりしましたけど、はい。で、そういうサバキャラクターが、松吉に絡んでどうので、うん、どっちかって、ま、つあんまり作品で出てこないですね。あ、あの人たちもさ、今後出てくるんですか大学生の男の方、この方がどっちかって言ったら主、うん、人公し、ねえー、そうなんや。はい、あ、あそこで1話で終わるんじゃないんですね。えー、<laughs> そうなんや。で、なんやったら、<laughs> あの話が進んでいくと、うんうん、あの、つしに敗れたことによって心が折れたのを、うん、キモオタデブの頑張るシーンとかも出てきますうんうん、うんえ。出てくるんですか。あ、ちょっと嬉しいかも。でも、うん、最終的にはつしには誰も勝てないっていう。あ、なんか微妙な。うちでいつも終わるっていう。<laughs> ま、そこも、なんかこう、もうコントのように様式日で決まってる。そう、もうそこはもう、絶対的に決まってるんですよ。<laughs> なるほど、ね。そのゴール地点に辿り着くうい曲折が楽しいっていう漫画ですね。うんうん いろんなもう世界の強者がいろんな,なんか人生背景とまあ格闘ポリシーを持って現れるんですけど、いろいろ語るけれども結局みたいなところが面白いところですね。1うん、うん、話にも出てますね、じゃあそのムードは。1話、で。になるほどな。でも最近こう連載これ読んでるんですけど、なかなか熱いなと思うんが、強し自体はもうそれをもう面倒ほどだとしか思ってないですよ、本当に。自分の人生としては、 なんか、やりたい夢もあるし。あ、そうなんはい。うん。なんか、こうなりたいっていう人生設計もあるし。うんうん。その道のりには、格闘技っていうのは全くないんですね。え、そうなんや。はい。たまたま自分が強いだけなんですよ。うん、そうなんや。そっちの道に行く気なんかさらさらなくて。<laughs> そうか。もうほんと絡まれてるのは、もう一方的に被害者意識がすごい強いんですね。ああ、うん。本当にそういうふうに、格闘技に関して絡まれることをもう、うん、本当に面倒事しか思ってない、強しの、なんていうんですかね。 本当の意味での一面が垣間見えたときに、あ、うん、つよし、かわいそうって、<laughs> <laughs> なるっていう。えー、ちょっと、つよしね、新しい感情を抱くシーンが、ね、読者の側にもそうなんか、漫画を読んでると、なんか、ひょうひょうとしたキャラクターみたいな感じで描かれてて、うん、そんな感じかと思ってた。でも結構、つよしは、本当に、面倒だと思っている、うん。うん <laughs> ちょっと強しシかわいそうと思いましたね。<laughs> あ、なんか、それちょっと味わいたいかも人間らしい面が見えるエピソードもありましたね。いいねへ面白そう、まあ。結構その強しをめぐって世界各国の、うん、まあ、いわゆるその武力を司る、うん、国の部署の人とかが、うん、どうにかして強しをなんか巻き込もう自分の陣営に入れようって格をする中で、まああのー、ツをたぶらかせるために、うんうん あの、つよしの働いてるコンビニに、なんか、女スパイみたいなのがこう派遣され、各国から派遣されてきたりするんですけど、うつよしはそんな知らへんから、普通に同じバイトの同僚として恋をしたりするんですね。わ気の毒めっちゃ気の毒なんですよ。そっか。読者、神の視点で見てる読者のコーチとしては、かわいそう思いながらこう。そっか。それ楽しむコメディとなっております。なるほどな。超受け身なんですね。そうですね。つよしくん、強いのに。 全然その自分の強しの人生の劣強さっていうい、うん、面が全く意味がないっていう。うん、<laughs> そういうギャップを楽しんでいくままになってます。まあカジュアルにさっと読めるんで、うん、これはぜひ読んでいただきたい。うんうん、うんうん。面白いです。はい、すごい。終わりましょうか。はい。はい、お送りしたのは沢田信也と。やめでした。それでは皆さんまた次回。さよなら。さよなら。